はい、1週間で一番忙しい月曜日。今日はお昼過ぎぐらいにいつものラルフスに行ってきました。明日選挙なので、もしかしたらパニック買いの人がいるかなと思いましたが、人はいつもより多かったものの、空っぽの棚とかはなかったです。節約したのが73ドル66セントで、今回のレシートはこんな感じで、いつも通りデジタルクーポンをポチポチしていったり、3つ以上買ったらいくら引きとか、5つ以上買ったらいくら引きとか、そういうのを活用して買っています。合計が96ドル80セント、節約が73ドル66セントでした。から帰ってきて荷物を下ろして、今度はグローサリーアウトレットに行ってきました。今回のレシートはこんな感じです。まあ明日選挙で、選挙当日に何かあるとは思ってないんですけど、やっぱり開票が進んだり結果が出たりしたら何かあると思っている人がパニック買いをする前に買い物に行ってきました。合計が66ドル16セント。節約が103ドル93セントです。